こんにちは、デモンストレーターの田原栄一と三世代フォトグラファーの三井直美です。はい、今日は三世代フォトグラファー おじいちゃんおばあちゃんとお父さんお母さん、そしてお孫さんと幅広い世代の方撮っておられるってことですよね。そうですね、家族の歴史をこう残していくっていう。なるほど。で、人物撮るときに、はい、最近のちょっと流行になってるんですけど、フィルターとしてこういったフィルターがあるんですね。ブラックミストナンバーワン。これね、今会社の方でも製造が追いついてなくてご迷惑をおかけしているフィルターの一つだったりするんですけど、はい、人肌の表現が変わるというフィルターです、うん、で、人によってはね、その今どんなカメラもシャープに映りすぎるぐらい映っちゃいますから、ちょっとシワをみたいな時にねこれを使うといいとかいう言い方もされてるんですけど、はい、今日みたいな光がいっぱいある条件下では光が拡散されて映るので、まあ今日これから公園の花を撮ろうかなっていうところなんですけども、見た目と違う雰囲気の写真にするときに面白いフィルターかなっていうところです。で、ブラックミストナンバーワンっていうのは効果どちらかというと弱めのフィルターですから、効果が強めのフィルターということで、今日はもう一つこちらフォギー BN フィルターを用意しました。全く使ったことないですか？はい、ないです。全くないそうです。ということで今日は初めてのソフトフィルター体験ということで、じゃあこれから三井さんと撮っていきたいと思います。ちょうどこの木の木漏れ日を効果フィルターなしでまず撮影をしていきます。これから次にブラックミストナンバーワンを取り付けて、この木漏れ日、光の拡散具合をチェックしていきましょう。次により分かりやすいフィルターということで、ホギー B ですね。このフィルターで撮っていきます。ブラックミストでは分かりづらくても、ホギー B は多分ファインダー覗いた途端に効果が分かると思うので、どうですか？結構すごい強烈に出るでしょ、はい、強烈に出てます。幻想的、すごい。次にこちらのピンクの花ですね。これをまずは効果フィルターを取り付けない状態で撮影していきます。次にピンクの花をこのブラックミストナンバーワンを取り付けて撮影をしていきます。次にホギー B を取り付けて撮影していきます。はい、やっぱりこれは付けた瞬間から全然違ったりしますか？はい、もう、あ、そうですね、全然違いますね。はい、ではこれで撮影していきましょう。本当に霧の中みたいな感じですね、はい、そうですね、ホギー B はちょっと別の世界になりますから、そういった意味で面白いと思いますし、あとね、幻想的な雰囲気ということからすると、ここの感じからすればね、そこのタンポポの花とか大きく撮るといいんだろうけど、レンズの選択がね、これ90センチまでしか寄れないので、どうかな、もっと寄れるようになってから使った方がいいかな。はい、ということ、三井さん、このソフト系のフィルターですね、今回はブラックミストナンバーワンとホギー B という体験でしたけども、はい、どうでした？世界が違いますね、ファインダー覗いた瞬間から。そうですね、はい、特にね、ブラックミストナンバーワンは慣れないとちょっと分かりづらいかなというフィルターなんですけど、はい、ホギー B はもう効果がものすごく強いので、特に 100mm という望遠レンズ系で使った方が効果はっきり出ますので、今回はもう効果が出やすい条件も、はい、考えてレンズ 100mm の F2 というセレクトだったんで、すごい全然違う世界になって思います、はい、で、今回ね、花を撮るにはちょっとこれ90センチまでしか寄れないレンズだったので、今一つということがあって、この後もう一枚クローズアップレンズというのの体験があるんですが、その時にさらにこれを併用して使ってみていただこうと思います。はい、まあ、ぜひあの作品撮りの時にこういったソフトフィルターですね、はい、ご活用いただければと思います。
はい、ソフトフィルターの体験のついでというわけじゃないですけど、レンズベビーベルベットですね。これソフトフォーカスレンズというもので、まず絞りがこちらのリングでセットします。カメラ側ではコントロールできません、はい、まず4にしてください。はい、こうすると普通のレンズになるので普通にピント合わせができます。はい、でピント合わせを普通にした後で絞りを開けるとソフトフォーカスに変わりますから、それで調節をしていきましょう。はい、レンズベビーベルベット自体は13センチぐらいまで寄れるので、ピントリングをガンガン回していけばピントが合うはずです。でそれだと普通の写りなので、その状態で絞りのリングを回してソフトフォーカスに変えていくということですね。すごいソフトになるでしょ。はい、超ソフトになりました。 1.6 だと超ソフトかもしれないんで、そうか、あともう一つね、これマニュアル露出でやっておられるから、その分シャッタースピード速くしないと明るさ変わっちゃいますね。はい、なんか絞りを超操作すると同時にシャッタースピードも変えるということですね。はい、絞り優先をとやるとこれは気にしなくても大丈夫という話です。そうですね、すごいソフトになります、ね、すごいソフトになります。これが 1.6、 そう、ね、2.8 とか2あたりでもソフトです。ただ先ほどの超ソフトっていうほどではないやつ。そうですね、はい、はい、で2ぐらいです。もう一段に間に2がありますから2ぐらいだと、 1.6 はすごいソフトなんで。そうですね、はい、はい、ナオミさんに私のポートレートを撮っていただこうということで、レンズベビーベルベット56で撮っていただきます。なんかいい感じで撮っていただきましたよF2.8 で、はい、はい、いい感じです。